よし、アメリカ出身縛りやっていきましょうか。留学生はまあ いないんで、結構久々にやるんだよね。1週間ぶりぐらいにやるんですが、もう一人ピッチャーを増やせるんで、中継ぎ、ピッチャー15人、野手14人で。まあ、とりあえず様子見で、まだ多分おそらく、あれだよね。5位になったことがない気がする。外国人を、今どこの外国人探してんだろう？ピッチャーかな？ピッチャーが足りねえみたいな話をしてた気がする。アロースミススランプと。勝てんの！まだまだ勝てんの！ベネズエラ、メキシコ、ドミニカ、プエルトリコ、オーストラリア、オーストラリア、アメリカ、エドワーズ。プエルトリコ、コロンビア。エドワーズ。アンブラー 15.5。先発もそうだけど、中継ぎもいないからな。何人か先発取って、今年は先発だ、来年は中継ぎでもいいけどね。11対10。7対2。打線はいいのかな？アッカーなのに。エドワーズが早くも球種限界と。アッカーはスタメンだな。バクスターめちゃめちゃ打っとうね。1番がな、ゲートスケル行く？チャンス A だから1番に置くのがな、もったいない気がするんだよね。かといって総力 F を1番に置くのもね、チャンス C、チャンス C だしな。ボードマン1番に置くか。3番アッカーで。去年5位だっけ？去年何位だっけ？ああ、まだずっと最下位か。でも今年狙えるよな。今阪神と接戦。まあ順位より勝率なんだけどね、結局は。5.96 と。グレン打たれてますね。リード時、接戦時、ビハインド、敗戦処理、リード時、リード時、接戦時、ビハインド。抑えがの、ヘスキー抑えいくか。お、勝ち出した。抑えが安定したのかな？ 2 対8。これは5位狙えるんじゃない？狙えるとかいけるんだよ、普通に。とか、もっと上いけるかもしんない。中継ぎが安定してきたのな。ピッチャーが安定してきたね。勝ち星が増えてる。まあ、打線はもともとね、そこそこ良かったから。めちゃめちゃ悪いチームではなかった。まあ、4位か5位ぐらいの。あとはピッチャーがまあ断トツ最下位だったんで、ピッチャーが4位5位になれば4位5位が狙えるんだよね。今現状4位と。そして2軍でノリノリのエンス。エドワーズ悪くなくない？意外と23歳でこれは。スチュワートジュニア。いや、いいね。中継ぎが安定してる。コルウェルが打ってないけど、ショートがいないからな。バローズサード使ってみるか。
コルエル本当その年によるよな。めちゃめちゃ打つ年もあれば全然打たない年もあると。上位打線はようやってんじゃない。ボードマン、シェパード、アッカー、バクスターは。あとはそれに続く野手だな。野手取るか。でもあと1ヶ月ちょいしかないからな。ショートの外国人取りたいな。うわー、4億取る。ここでフォーブス取るか。まあ、珍しいし、よし取ろう。4億フォーブス取って、ここでショートの外国人を取りましょう。一気にエース級よ。微妙。これに4億。能力が微妙すぎて。とりあえず9番手からだ、フォーブス。頼むぞ、お前にかかってるんだ。というところでシーズン終了まで行こうか。シーズン終了まで行きました。まあやっぱり最下位でしたね。まだまだ10ゲーム足りませんというところで、勝ち星は増えているのか。まあそこが重要。勝率が上がれば順位なんて関係ないから。57勝84敗、勝率4割突破。ちょっとずつちょっとずつ5位の後ろ姿が見えてきてるんじゃないの。大きくなってるんじゃないの。勝率4割いきました。2割、3割、4割と、来年5割、6割、7割と。70、だって5割6分8厘で優勝よ。いけるじゃん。優勝いけるやん。ピッチャー、意外とピッチャー陣が悪いわけではないと。よくはないけど。DeNA の方が弱い、ピッチャーは。下から2番目と。打者は？あ、打者が最低なんだ。打者が悪いです。ってことは、バッターだな。DeNA よくこれで勝ってんの？ピッチャーめちゃめちゃ悪くて、バッターが特別いいわけじゃないけど、4位と。打者よ、打者。打者が、打者取ろう、来年。ピッチャーはようやってる。ファーガソン。クソ強いんだよな。しかも万世と。そしてブライス。で、ファフリー。いい選手。オルドリッチ。で、フォーベス。こいつ4億の、4億かけてこれよ、来たのが。野手能力は高いと。147キロ、コントロール D、スタミナ B。侵入通信もスライダー1、チェンジアップ4、タイトルで C、弱くね？めちゃめちゃ。普通にファーガソンとかの方が強いでしょ。いや、マジで4億のゴミ。デンゼルコントロール G だけど、なぜか抑えてる。なぜか1点台。意味わからん。ダウナーも1点台。おそらく謎のね、質は全然投げてないな。謎の覚醒があったからピッチャーが良かったけど、来年打たれそう。ボードマン、シェパードいいね。セカンドでこれは。普通に強い。あとは、マッカー、ドゥリトル。で、ショート取ったんよ。新しくフィック。26歳。3、あ、3割言ってる。BCC。アヘタンか？意外とアヘタンと。3割は打ってます。守備もそこそこできますと。優勝と新たに獲得しましたと。まあ、来年以降野手だね。いや、4億の野手取りたいよな。ベストナインはボードマン、シェパード、ゴールデングラブ。どこが足りないんだろう今。うち賞取ったでしょ。サードか。あと外野か。外野だな。外野の外国人、4億の外野の外国人取ろう。4億外野外国人取ります。コーチはこのままでもいいかな。スカウト外野手 SA。
外野に金かけていきましょうか。で、福留コーチが来てくんないと。福留来てくれよな。もう一回420万にしたいと、もう420万なんで一緒。エンス40歳で、いや頑張ってるんだよね、まだ。2.45、2勝1敗。アンダーソン引退か。引き止めようか。ピッチャー足りないしね。コルウェルはもう早熟衰退期。本当に上位の数人だけに金払った後は420万でいいです。シェパードはちゃんと金払う。エドワーズもそこそこやってたよね。金払おうか。まあ今別に金に困ってるわけじゃないからね。基本的にちゃんと金払おう。そこそこようやってるやつは。ボードマン、まあまだ成長期だしっか。フィック、まあいいでしょう。ブライス、お前はいいね。こういう問題はこいつなんだよな。1億8000は高いでしょう。かといって420万、1億だな。1億が限界でお前に払えるかな。これで我慢してくれ。24歳って若さを考えると、1億円ぐらいで再契約してもいいんじゃないかと。下手すりゃ首もあるからね。防御率7点台の外国人。防御率7点台の外国人に1億円払うも意味わからんけどな。普通の球団からしたら。普通首よ。だからうちはアメリカ人しか取れないっていう縛りがあるんで、そこそこいい選手を、毎年毎年獲得できるわけではないんで。なぜかアメリカ人しか取れないのに、スカウトは全然関係ないとこの選手をリストアップしてくるんで、バカだから。パワーがある若手。若手縛りじゃなくてもいいかもしれないけどね。でもまだまだ優勝できる年じゃないんで、若い選手を取って育成していくことが大切と。FA 権でアメリカの選手来い。FA でアメリカの選手来い。エルスはどこですか。アメリカ。キューバー。吉田。おお、吉田康生。鈴木、鈴木優斗誰だ。鈴木優斗って誰、知らない俺。クソ強い。本田ケース、本田ケースじゃないよ、あのオリックスのね。5.66。田淵、誰だ田淵って。へえ、知らない。これオリジナル選手か。あ、ルーキー桐敷、161キロ、6.55。わかるか、ルーキー桐敷。ロッテ行った。それ阪神出てきたいだろうね。西勇輝はまだいるのかな、阪神に。もう引退してるか。ピーポーズ、オグレディいらないんだけど、正直この辺どうせ使わんしな。エディントン、ジジイはどうせ使わんしな。若いの見よう。パーフリー、あー、まあ、こいつアメリカ、うちの選手だね。アメリカ、リース、ドミニカ、ディクソン、ドミニカ、ベンジャミン、オーストラリア、デイビス、オーストラリア、バーロー、ドミニカ、ビセット、オランダ、オールドリッチ、アメリカ、ミラー、オランダ、フランケル、ドミニカ、ハンバー、プエルトリコ、フェニシー、プエルトリコ、ベリアル、コロンビア、プラマー、オーストラリア、グレン、グレンはグレン、セシル、アメリカ来た。やっと来た。スロスタの先発。まあ、いっか。中継ぎもできたらね、よかったんですが。お、総一郎がクビになってる。どの方。あー、まあ、いい外国人いなかったな。
てかアメリカ少なすぎて、なんかコロン、なんかプエルトリコとかコロンビアばっかじゃない、ドミニカか、その辺多すぎない、再契約ばっかり。海外留学は誰もできませんと。ここで外国人来たよ。ホジキン、ブリース、ユーイング、ドラモンド、フュット、アーネル、ベイカー、ファルコナー、ローレンツ。ローレンツ。ローレンスじゃないんだ。アメリカは一人と。ブーリン。いいね、ブーリン取ろう。誰か一人落とさないといけないって内野だな。ドゥリトゥル。まだ外野足りてないかな。フィニーサード、ブーリンが、まあバックスターももう取れてるしな。外野もう一人取るか。バックスターの代わりでサードも取りたい。外野取って次サード取るか。3-3-6-6-17か。でもちょっとずつ減ってんだよな。5-5-3-3これでいくか。19億。やっぱあの4億が痛かったな。キャメロンコーンなんない。なんかいろいろ来ましたね。カナダ、プエルトリコ、アメリカ、キューバ、オーストラリアと。カナダカニング、B ランク。カニングハム。今必要なのはサード。パワーがある若手。パワー系はやっぱり必要なのは。カニングハム入れて、バクスター総力がもう終わっとるね。ゲートスケールチャンスに強いからな。でもカニングハムとりあえずベンチなんだよな。ボードマン、シェパード、アッカー、バクスター、ブーリン。いや、カニンガム使うか。ほぼ変わんねえ。フィック、ボードマン、シェパード。フィック、シェパード、ボードマン、アッカー、ブーリン、カニングハム、フィニー、チェンバース、ピッチャーと。で、対左に強いのはアロースミスが強いと。バックスターも強いと。アロースミス強いんだったらサード使っていいね。ちょうどフィニーが対左に弱いと。抑えはグレンでいいのか。あれ去年誰だっけ抑えやったの。ヘスキーか。ヘスキーでいいでしょ。グレン打たれるからな。6-15 4-11 5-5。まあ、ちょっとずつね、調整はできているんじゃないかと思います。ということで、今日は終わりましょう。バイバイ、さよなら。